はい、どうも私でございます。本日はですね、足立区の議員さんですね、自民党長老議員さん、白石正樹議員でいいのかな、見さってる議員でいいのか、78歳で確か当選してるのが11回とかだったんですかね。まあその人がこの議会の中の発言だったと思うんですけれども、まあこのちょっとね、論理的というんですかね、まあちょっとね、デリケートな質問なことに対してかなり踏み込んで、まあそれは自分は、認めませんみたいな、それを認めてしまったら、9月ね、滅んでしまうんじゃないかみたいなことを言ってて、まあこれでね、大炎上をしてて、まあメディアの切り取り方だったり、おそらく前からこういうことを言うような方な気がするんですよ、そもそも。でそれでまあちょっとその議会の中の発言とかでなって話題になって、でそれに対して別に私は間違ったことを言ってませんみたいなことを言って、まあいろんな人のね、テレビの普通の民放のテレビの取材も受けて、堂々と私は悪いとは思ってません、なぜ謝罪しないといけないんでしょうかみたいな感じで言ってますし、でなんかこの毎日新聞さんのことでもまあ言ってて、別にどういった、まあちょっとした誤解があるのかもしれないけど、でも実際そうじゃないですか。で、私なんて議員辞めるつもりありますよ。誹謗中傷のファクトがたくさん来てて、私ってむしろ被害者ですよ、みたいな感じで言ってて、まあ大炎上してるっていうことなんですけど、僕はもうこのことに関して、まあ本当に、もう78歳ですよね。78歳の方がもう11回当選してて、ずっとやってて、なんか長老って言われて、おそらくこの人の発言に対して皆さん、右へ習えみたいな、先生先生先生って言われて続けてるんですよね。で、多分、こうやってメディアとか世間ではそういうふうにバッシングされてるでしょうけど、おそらくその、ちょっとした外れたところ、いや先生さすがですね。普通ああいうことなかなか言えないんですけど、やっぱそこをビシッと言う先生っていうのは素晴らしいと思う。そういう方がやっぱ日本変えたりとか、こういう方がいなくなったら、日本でもっとダメになりますよねみたいな感じになってるって思われてんじゃねえかなっていうふうに思ったんですけど、なんかこの考え方って古いよねっていうのは結構話ってあると思うんですよ。もう今令和2年2020年10月ですよ。令和もスタートして2年経ってますよ。でそれで、まあ、考え方が古いし、昔だったら当たり前のことだけど今だったら考え方変えていかないといけないねっていうのは結構ありますよね。働き方もそうですし、同一式同一労働とか働いても もそうだし、なんかこう新しいね社員に気使わないといけないし、新しい社員が先輩タメ口でも先輩は後輩にね丁寧な言葉を使わないといけなかったりとか、まあいろんなのがあるじゃないですか。恋愛に関してもいろいろあるしとか、昔だったらまあ電話とかだったけど、今だったら LINE とかだったりとか、女性との出会い方もお見合いからそのマチコンとかマッチングアプリだったりとか、今だったらオンライン合コンとかね、なんかそういうのオンラインで知り合うみたいなのもあったりするんで、なんかそういう風に時代って移り変わっていってるし、そうやって時代に移り変わっていって、それに乗っかっていかないと批判されたりとか置いていかれるっていうのがあると思うんですけど、でも結局のところ菅内閣に関してもそうですし、まあ今回のこの白石さんに関してもそうですけど、年齢が高い人が上を取ってますよね。だから実際の例えばこの足立区の長とそうやってこの議会の人ってどっちの方が権力が上かって言ったら、おそらく区長の方が上なんですけど、こうやって白石さんがいるともう白石さんがいいよっていうようなことしかできないとか、まあ、っていうのがあると思うんですよ。僕は何が言いたいかっていうと、結局時代って変わっていかないといけないんですよね。それは民間企業レベル、学校レベルだったりとか、もう一個人レベルだったりとか、そういう風に変わっていかないといけないんでしょうけど、結局上の組織のトップの人たちが考え方がですよ、考えてる人たちのトップの人たちがメディア上ではそういう風にこう合わせてますよ、皆さん私は国民目線ですよとか、町民目線ですよ、区民目線ですよ、市民目線ですよっていうような発信をすることはできるかもしれないけど、でも実際しそんな今までずっと自分が考えてやってきたことで、正しくずっと先生先生先生って言われてる人たちが急にね、やっぱね、変えろって言われたら無理だと思いますよ、やっぱり。だから日本を変えるためには若い人たちが上に立たないといけないっていうようなことになってるんでしょうけど、でも若い人は選挙に行くわけじゃないし、メディアのいろんなこととかで選挙にだったりとか政治に興味を持たせないようにしてるし、結局当選するのは与党の誰々さんとか、あとは特に比例とかでそうやって上がっていくとか、でそれで内閣総理大臣になった人が大臣をこう指名していってとか、あとは何々派閥とかこうあるじゃないですか。だからなんかこう、まあ、世間の一般常識とはずれて
ってるでしょう、そりゃ。もう、なんか麻生さんが、なんか私は国民目線ができるとか言って、なんかタクシーの運転手、ああ、どうだ、運転手、ああ、今日だ、みたいな、もう、あんたあかんじゃないですか。本当に。あれなんかもう無理なんですよ。そもそもが。国民目線になれるはずがないし、資産が何億何十億とか何百億ある人たちが、手取り14万終わったとか、年収が200万の生活とかができるわけがないんですよ。だからそもそも、そういう考え方が。で、それをなんかこうしないといけないみたいな感じの流れになってて、でもじゃあ結局選挙だったらどうかって言ったら、別にそうやって、まあその何週間のところだけすれば、そうやってわーわー文句言ってる人って別に結局選挙行かないじゃないですか。そもそもが。僕に言わせるやつよ。選挙行かないから、選挙行かない人 に文句言ってて、ほとんど選挙行かない人でしたし、足立区の人でもないしとか、なんかいろいろあるじゃないですか。結局投票率なんて 40% とかですよね。だから 40% だし、じゃあ文句言ってる人の中で、どれくらいの割合の人が選挙行ってるかって言ったら、おそらく今回に関しては文句言ってない人が、文句言ってないというか、その年配、まあ高齢者の人こそ、選挙に行くっていう風になってる気がするんですけど、なんかそこさえ抑えてれば別に、ああだこうだ言われても結局再選するしとか、まあそういう考えがあるんだろうなと思うんで、まあこの間の都知事選とかでもやっぱ小池さんがね、あんなにねいろんなこと言われたけど圧勝でしたもんね。で今度もしかしたら12月だったりとか、新しい衆議院議員の選挙があるかなって言ってるけどますよね。で新しい野党も新しい党を作ったりとか、いろんな形で動いてますけど、おそらくまあこのまま選挙したら自民党が圧勝になるでしょうし、で結局そこで自民党が勝ったら結局自分らがやってることで正しいですよねっていう風な考え方にもなるし、でさらに4年間絶対クビになることもないし、辞めろって言われても自分が辞めませんって言われなければ辞めさせることもできないしって、だからまあ今回のことでまあ謝罪が一、結局いろんなことで炎上することによって、僕はこの発言だって僕は頭おかしいと思ってますよ、正直。やばいっすよ、正直。何言ってんの？バカなの？って思ってますよ、正直。ですけど、じゃあ、やめろって言っても、やめるわけないじゃないですか。こういう人は自分が悪いと思ってないですもん。世間、自分が思ってる常識と、その人たち、その言ってる人の常識が違う以上、あっちからしたら、僕が頭がおかしい。あたおかですよ、向こうからして。でも、僕からしたら、その、白石さんが、あたおかですよ、完全に。だから、この二人の議論って、結局、まあ、平行線になるじゃないですか。結局、どういうふうにもならないから、結局、立場が強い人の方が、そのまま強くて残るっていうふうになってるんで、まあ、やっぱりね、こういう人たちが、上の立場になってるっていうのは難しいし、この人たちを辞めさせるような運動ことはなかなかできないし、だから唯一の方法は、次当選させないことですよね。簡単に言ったら、だから若い人議員だったりとか、若い人をどんどん入れるために、僕的に比例代表はなくしてほしいし、小選挙区だけにしてほしいし、で、議会の人とかだって、議会でドンとかいるじゃないですか。なんか、国会議員より偉い、区長のドンだったりとか、市長のドンとか、県庁のドンみたいな人いますよ。なんか名物というか、そういう長老みたいな。やっぱそういう人たちは外さないと何も変わらないんだろうなと思ってるんで、やっぱね、結局僕はこれで何が言いたいかってことは、選挙に行きましょうですよ、ほんと。やっぱおかしいって思ってる人はたくさんいるし、その人を辞めさせることができない今の日本の法律なんで、またもう選挙に行ってその人を落選させるしかないですよ、本当に。僕的に比例復活は腹立ちますけどね。はい、ということで今回はもうね、まあ今回のこの自民党、まあどうなるか分かんないですけど、どうせ本人としてもう謝る気もないし、で本人は悪いとは思ってない、周りのねスタッフがめちゃくちゃかわいそうだと思ってますよ。はい、ということで今回はこれ終わりたいと思います。それでは失礼します。バイバイ。